旋律から演奏会、コンサートなどで単独曲として歌唱や演奏されることが多いそうです。ところで皆さん、銀の猫の名前の由来を知っていますか？銀猫の銀はいぶし銀のことで、技術に走るのではなく小学生でもできるような曲を大人っぽく味のある演奏にしたいということで、銀猫の猫はこの後登場される武蔵大スイングキャッツの子供バンドということで、キャッツイコール猫という意味なんです。現在は人数も増えてきて約20名で活動していますが、一時は4人しか集まらずアンサンブルの練習をしたこともありました。小学生の皆さん、小学校を卒業して少し大人の中学生になったら私たちと一緒に演奏しましょう。小学校で楽器をやっていなくても私の姉のように社会人になってから入会するメンバーもいるので、音楽が好きな人、みんなで演奏したい人はぜひぜひ入ってください。お待ちしています。続いて演奏する曲はデニー・ランデル、サンデー・リンダー作曲、後藤陽編曲、ラバースコンチェルトです。お聴きください。